新選組副長土方歳三だ。クラス？そんなことはどうでもいい。俺がある限りここが新選組だ。まだだ。まだこれからだ。だいぶ感が戻ったな。ん？俺のなりが気になるのか？格好がいいだろう？こういうのをな、伊達男と言うそうだ。そうだ。ただひたすら突き進むのみだ。アサギの羽織？ああ、あるぞ。だが俺はこれでいい。あれは、もうまとうことはない。そうだ。俺は終わらない。俺が、ここが新選組だ。なんだ、なんか用か？用がないなら稽古でもしてろ。いくらかマシな顔になってきたか。使い走りぐらいには使えるかもしれん。俺には過去も未来も意味はない。ただ今があるだけだ。お前はどうなんだ？お前も存外諦めの悪い太刀だな。だが、そういう諦めの悪い奴は嫌いじゃない。俺は俺のために剣を振るい続けてきた。誰のためでもない。俺のためだ。だが、お前が諦めない限り、俺は、新選組は、お前と共にある。ぼさっとしてんじゃねえ。出動だ。さっさと支度しろ。ただ切られてえのか。いいか、人を切るってのは度胸だ。剣ってのは詰まるところ切ると突く以外にはない。全てを忘れてただ進み、ただ切れ。お前がマスター、俺がサーバント、それはいい。だが新選組ある限り、俺は俺だ。起きたか。念のために言っておくが、あいつの剣は真似するんじゃねえぞ。あれは剣じゃねえ。なんか
別のもんだ。お、土方さん、土方さんもこっちに来たんですね。これは斉藤さんや長倉さんもいずれは。え、そういうのはいい？またまた素直じゃないんですから。あん時のうるせえ小娘、いや第六天魔王だったか。やつのやり方は悪くねえが、いや、やはり気に食わねえもんは気に食わねえな。沖田の連れか、土方だったか。うん、火縄の重要性を分かっとるあたり、まあ将としてはぼちぼちといったところかの。まあわしとか400年前に気づいとったけどね。あれが二天一流の武蔵だと。冗談も休み休み言え。いや、考えを改めよう。二天一流、大いに結構だ。ん？好物だと？そうだな、たくあんだ。樽で買ってこい。嫌いなものか、薩摩に長州、さらに言えば腰抜けの幕臣もだな。お前は諦めるな。聖杯？俺はそういうヨタ話は信じない。俺が信じるのは誠の一字だけだ。騒動か。戦ならうちの出番だが。で、どうなんだ。おお、戻ったか。今日の報告を出しとけ。なんだ、他に用でもあるのか。今日の戦果は、おお、なかなかだな。よし、飯でもおごってやろう。酒はまだ早いか。知らせや法度はよく読んでおけ。月並みだが、敵を知り己を知らばってやつだ。織田幕府とはふざけた話だ。だが俺がやることはいつの時代も変わらん。ただ切り、ただ進むのみだ。ああ。